ヘラーミーネ35とはドイツの対戦車地雷である。金属製の玉体を備え、略称は第二次世界大戦中に広く投入された。この地雷の玉体は圧縁後半製であり、天板はわずかに突面となった感圧板になっており、中央部に新幹光を備える。2個の予備新幹光がこの地雷の側面と仮面に、 配置されており、処理防止装置となっている。海岸や水面下での使用のため、この地雷は内部に特別設計された陶器やコンクリート製ポットを使っており、これらは地雷のための防水ジャケットとして機能する。この地雷の後期型である t ミ i 3 5はリブのついた玉からだと、新刊カバーを備えたものが量産されていた。リブ付きのケースは砂漠や 砂質の環境でこの地雷が使われた際に地雷の天面から砂が吹き払われるのを防止した。180kg の荷重がこの地雷の中央部にかかるか、90kg の荷重が端部にかかると間圧板が変形し、バネを圧縮、シアーピンが壊れる。このピンはバネで加圧されたストライカーを引き止めている。一度ストライカーが解放されると、それは下方の雷管を引き、 隣接した起爆薬を発火させ、続いて電爆薬が点火し、それから TNT を充填した主作薬が爆発する。大部分の地雷はフィールドグレーで塗装されていた。1943年からは、これらの地雷はダークイエローで塗装された。ありがとうございます。